どう思いますか。ちょっとやばい人かも。いやもうかっこいいですよ。大人だ、かっこいい、ズキュンですよ。この思いを綺麗な感じで伝えるのが思春期だから。ドン。雨じゃないのに公園行ったら会いたがってるって思われちゃうな。フレア。これです島田くん。これが本音です。島田くん、はい、思春期送ってますか。そうですね、生涯思春期でいたいです。そんな頭のおかしい君に声。ことの葉の庭。お、自分がひどく子供に思えて、ここではないどこか遠くへ行きたいと願っている男子高校生高尾と、歩き方を忘れてしまい、このままではダメだと思いながらも一歩も進めない社会人の女性雪乃。梅雨入りの日に出会った二人は、雨が降るたび同じ時間を過ごすこととなるが、刻一刻と梅雨明けの日が近づいていたっていう物語です。ロマンチックですね。この物語はですね、ある短歌から始まるんですよ。短歌。なる神の少し豊を見て差し曇り、雨も降らぬか君をとどめむ。知的ですね。なんかこれをですね、雪乃という女性が他校に向けて言う。そこから物語が始まるんですが、はい、よくも知らねえ相手から、しかも年上の女性からですよ、はい、急に短歌。どう思いますか。ちょっとやばい人かも。いやもうかっこいいですよ。大人だ、かっこいい、ズキュンですよ。ずるいじゃない、こんなことされたら。決めました、はい、短歌読みます。作ってきたから。三尾くんの短歌ですか。うん、そうだよ。おお、高尾の気持ちはきっとこうだったんだろうなっていう短歌を作ってきました。なるほど。高尾にはね、自分ルールがあります。なんて言ったって思春期ですから。あ、なるほど。雨の日の午前中は学校をサボる、それが高尾の自分ルールですね。不良っぽいことしてますね。なので高尾が朝起きた時、はい、雨が降っていたらきっと高尾はこう思ってるんだろうなっていう短歌を作ってきました。それがこちら。ほう。朝目覚め、光届かぬ部屋おもふ。夢から目覚め、夢の続きを。よいしょ。朝目覚めます。光が部屋に入ってこない。ってことは、曇ってますよね、外はね。はいはいはい。そこで高尾は思うわけですよ。うん。布団の中で今まで夢を見ていた。うん。よし、公園に行って、靴職人という夢の続きを見ようと。ポジティブ。まあ、ただね、これはね、思春期男子特有の建前です。ほうほうほう。これを本音訳、本音に置き換えます。はい。するとこうなります。ドン。あれ？雨じゃね？そっかそっか、よーしよしよし、学校サボろ。高尾はきっとこう思ってます。なんか急に親近感湧きましたね。この思いを綺麗な感じで伝えるのが思春期だから。きっとね、高尾は雨の日の午前中だけ公園に行って、将来の夢のために何かをしている自分、よくねって思ってます。絶対わかる。それがことの葉の庭の第一番。なるほど。ほんで二つ目、はい、梅雨入りの時期に女性と出会います。はい、変な短歌をふっかけてくる女性ですね。うんうんうん。最初は変な女だなーって思ってたんだけど、何度も会ううちにね、ちょっとずつちょっとずつ高尾は惹かれていってしまう。ほう。ただね、問題が起きるのよ。はい、梅雨は明けてまう。あー、来る日も来る日も晴れの日ばっか。うんうん。そんな時高尾は何を思っていたか、僕にはね、手に取るようにわかります。それがこちら。はい。空見上げ、広がる青色眩しくて、少なき雲に願いを込める。うん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 。空を見上げるでしょ。はい。青色ばっかなの、どこ見ても晴れてると。はい。でも少しだけ雲があるわけよ。はい。その雲に頼むから、もうちょっと広がってくれと、雨を降らしてくれと高尾は思ってるわけですよ。なるほど。それはね、こんな綺麗な表現してるけど。はい。でもこれを本音に訳すとこうなります。ドン。雨じゃないのに公園行ったら会いたがってるって思われちゃうな。フレア。これです、島田くん。これが本音です。高尾、親近感湧くな。高尾はね、今まで誰にも話したことのなかった靴職人という夢のことまで話してるんですよ。もうどん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 高尾が心を開いている。はい。にもかかわらず雨じゃないと公園に行かない高尾ですよ。めんどくさいやつですね。それが思春期だし。で、吸ったもんであって、晴れているにもかかわらず高尾は公園に初めて向かうんですね。おお、とうとう。ついに二人は青空のもと出会う。そしてあっ瞬間、滝のような雨が降り注ぐわけですよ。おお。その時高尾はきっとこう思っていたことでしょう。と突然の豪雨に緩む口元が幸せかみしむ
とわに続けと。お、まあ、突然雨がブワーッと降ってきて、高尾は口元が緩むのよ。で、その緩んだ口元で幸せを噛みしめると、うんうんうん、ずっと雨が降り続けていればまたこの人に何度も何度も会えるな、お、そういう綺麗な気持ちを歌ってるんだけど、本音はこちらですぞ。運命じゃん。久々に会って豪雨とか絶対確実に運命じゃん。これです。絶対こう思ってます、高尾は。そうですね。100% こう思ってます。これは同意せざるを得ない。そしてね、覚えてますか？最初に女性が高尾に言った短歌ありましたね。はい、ありましたね。その短歌には返しがあります。ほう。なる神の、少し豊見て降らずとも、我は止まらむ。いもしとどめば。難しい。この返しの歌をなんと、今度は高尾から女性に向かって言います。おー、すごい。で、この短歌がね、本当に素晴らしい意味なんだけど。はい。どうせわかんないでしょ？わかんないっす。うん。教えないから。ことの葉の庭見て。気になるなぁ。でね、ことの葉の庭をね、紹介してきたんだけど、青春っていうのは、不合理なものなんですよ。うんうんうん。我々が送っていた青春に、合理的なんて言葉は1ミリも存在しなかった。確かに。それを余すとこなくリアルに表現してるアニメ作品ありますか？はい、あります。ことの葉の庭ってそういうこと。そういうことなんですよ、島田君。なるほど。ここで一旦思い出そう。我々が綺麗だなと思ってるあの青春時代、はい、意外となんもなかったぜってことに。そこなんです、ね、今一度思い出しました、島田君。